わぁ、はい、じゃんけんして。最初はグーじゃん。パパは野菜作りたい。野菜、よし、じゃあ作るか。どこに作るの？どこって畑のな。うん、畑どこにあったっけ？畑はね、ママ、あそこあるな。あるけど、今草ぼうぼうだよ。え？実は数年前まで家庭菜園をしていたんですが、今はご覧の通り雑草が伸び放題。これじゃどこから手をつけていいことやら。何か上手にできる方法ないかな。そうだ、福田先生に聞いてみよう。真面目でしっかり者、長女ののちゃん。自由奔放で不思議ちゃん、次女のあおちゃん。お調子者で甘えん坊、末っ子長男のおとくん。家庭の雰囲気機嫌次第、一家の大黒柱ママ。みんなのアイドル犬ささみに DIY 超初心者の山田パパがお送りするリアルお悩み解決ストーリー。そうだ、グッテン先生に聞いてみよう。今日のグッテン先生、満を持しての登場です。国分さんです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のグッテン先生は YouTube のグッテンチャンネルでもおなじみ、園芸のプロ国分さんです。実は我々の足元、これ畑でして、やっぱこうフォロースペースがあるんだったら何か育ててちょっと一緒にね楽しくやりたいなというのはあるんですが、これはですね、子供たちが手伝ってくれたらできると思います。お、お手伝いできる人はーい。まずは何から気をつければいい。まずはですね、ちょっとこれ雑草がたくさん生えてて土も硬くなってるんで、みんなで耕して土を柔らかくしながらその雑草を取りましょう。じゃあまずはみんな耕しと雑草抜き頑張るぞ。あー、じゃあまず皆さんにですね、道具を用意してるんで、はい、みんなそれぞれちょっと道具を持って、よく使われるクワ、クワですね。そうですね、うん、これでおとくんがガツガツとこう耕していくと。じゃあですね、これ力が入りやすいように耕すときは、周りに誰もいなければ重くこう振り上げていく。お、そしたら取れますよね。おお、あー、こんなにしっかり生えてる雑草、もう結構軽めに取れますよね。で、ちょっと近くで気をつけないといけないときは、もう短く持ってこう。あ、それでも十分力は、歯が柔らかいんで大丈夫と思います。ふわを初めて使う子どもたちもお手伝い、慣れないながらも一生懸命耕してくれています。家族みんなでするとなんか楽しいんですよね。ののちゃん、取れてる取れてる、いい感じじゃん。そしてスタッフにも手伝ってもらい、みんなで作業をすることおよそ20分。雑草だらけの畑がこんな綺麗になりました。雑草を抜いて耕しました。この後は、この後はですね、この土が良くなるように堆肥に似たアイテムを持ってきてますんで、はい、ちょっとそれを入れていこうと思います。今回使うのが野菜の堆肥という商品なんですけれども、有機石灰も堆肥も全部一つにまとめて入ってますので、家庭菜には非常におすすめになります。また堆肥を入れることで土がふかふかになりますので、野菜を植えた時には綺麗な根っこが張ることになります。はい、ストップ。今回作る畑には40センチ幅の畝を3本作るので、通路のことも考えて2メートルの幅を取っておき、そこに堆肥を巻いていきます。あ、色が全然違いますよね。栄養ありそう、栄養ありそう。このまま土と一緒に耕していきます。あ、もう混ぜ込んでいく感じですね。そしたらこの堆肥で微生物も増えやすくなるんですよね。ほう、そしたらより土がふかふかになっていきますんで、ここでも子どもたちが大活躍。おいしい野菜を作るために一生懸命手伝ってくれました。2つ目は畑花壇の土という土を盛り土に使います。どうしても今ある土だけでは畝を作るときに培養土が足りませんので、畑花壇の土で
上に土を盛ってあげるとより深さが出ますので元気に野菜が育ちます。ずっと使っていなかった畑なので栄養が足りない可能性があるため追加で肥料も撒きました。これで栄養たっぷりの土の完成です。さすが園芸のプロ国分さん、いい土できました。上に乗せる、そう、あとは畝をつけるだけ。通路になる部分の土を畝の部分に持っていけばあっという間に畑っぽくなりますよ。子どもたちがクワを使うときには使い方には十分気をつけてくださいね。3つ目のポイントはマルチシートを使うこと、こちらになります。マルチシートというのは土を黒いシートで覆って雑草を生えなくする効果もありますし、水分が蒸発しにくいので水をあげる回数も少なくて済みます。また地温、地面の温度も暖かく保てるので、例えば冬場とかは、根っこが暖かくなりますので成長も良くなります。このマルチシートを畝の長さに合わせてカットし上にかぶせたら OK です。あとはこのピンを使ってシートが飛んでいかないよう押さえておきます。子どもたちに手伝ってもらうときは足で踏んでもらうと簡単にできますよ。完成できました。小久保さん、はい、感無量です。感無量ですね。もう涙がこぼれました。じゃあいよいよここで、まあ、土をしっかり寝かせて、はい、次はいよいよ植え付けと。あー楽しみだ。どんなお野菜ができるのかな。でも今日はね、でもとにかく子どもたちがしっかり頑張ってくれましたね。予想以上の働きをみんなしてくれて、うんうん、こんなに早く綺麗に終わりました。普段は全然言うこと聞かないこの子たちですけど、まあ集中してやってくれた箇所も何箇所かありました。もう無理ですけどね、うん、自由ですけどね。可愛い研究です。次はいよいよ苗植え、種植えです。最初は草がぼうぼうだった畑も家族みんなでやるとあっという間、シートをかぶせると本格的な畑に様変わりしました。さあ土ができてこれを1ヶ月寝かせた後はいよいよ苗を植え付けていきます。一体どんな野菜になるのかお楽しみに。